はい、皆さんこんにちは。建築の大学教授で不動産投資家の三河です。三河こと原口秀明です。この本を使って構造力学の講義を進めています。1回1問ずつですね、なるべく丁寧になるべく分かりやすく、解説していきますので、最後までついてきてください。今日はラウンド46です。ラウンド46で2層ラーメンで M 図が与えられていて、そこから水平力を出すという問題です。で、ちょっと写しますので、これ一旦止めてですね、自分で解いてみて、ざっとでいいから解いてみてください。ゆっくり解いてもいいんですけども、必ず解いてから見てくださいね。で、今回はそんな難しくないんですけども、 この柱の M 図が与えられ、モメント図が、曲げモメント図が与えられているということですね。で、その場合の屋上の床レベルに左右する水平荷重 P2、 こいつを求めようという問題ですね。これは求めようという問題ですと。はい。で、これが出ているので Q が出ると、それぞれの Q が出るので、で、そこから求めるということですね。できましたかね。で、ちょっと下行ってですね、地震や風の水平荷重を構造計算する際には、重さが集中する床に水平荷重をかけますと。こうやってですね、この床にかけるという、床の部分にこうかけるということですね。というのは、力っていうのは質量かける加速度で出てきて、質量はですね、ここにこう、例えば団子にしてみると、ここにこう、固まってるんですね、質量が。ここの部分に、ここの部分に質量固まってて、ここはちょっとしかないと。なので、こうやって真ん中でちょん切ってですね、この団子状にして、で、ここに、加速度をかけるということですね。で、この加速度はですね、0.2G とか、そんな感じでかけますね。まあ、その決まりはあるわけですけども、この場合、この水平力、この質量かける加速度の水平力を求めようという問題ですね。で、すでに、まあ、普通は逆で、この水平力をかけてから、これを求めると。曲げモーメントを求めるっていうのが普通ですけども、この場合はですね、曲げモーメントが最初に与えられてて、そこから逆に、この水平力を求めようという問題になっています。で、ここで半分にしてですね、柱、壁などの重さは中間で半分にして、上下に振り分けます。上下の左に、これ間違いだな。上下に振り分けるということですね。柱、壁などの重さは中間で半分にして、上下に振り分けますですね。やっぱり間違ってるな、これ。すいません、ここ間違ってます。で、このように、こう、真っ二つに分けて、ここを一層、ここを二層としてますね。で、ここは地面にくっついてるんで、これ別と。別会計ということですね。で、こっちに行ってですね。そうするともうできると思うんですけども、これ、M 図の傾きから出しますと。M 図の傾きが9になるということですね。M 図の傾き、こいつが9になると。まあ、こういうふうに変形するわけですね。横から力をかけると。こういうふうに。まあ、大げさに書いてますよ。もちろん。で、そうすると、こういう平行四辺形になると。で、この Q を出したいということですね。この Q を。この Q はですね、この傾きで出てきます。この傾き。この傾きは、前覚えましたよね。モーメントの傾きが9になると。モメンの割合がちぎれにくさを決める。で、語呂合わせ。木綿の割合がちぐれにくさを決める。なので、これ、傾きは160、200がこう、こっからここに変化するの160足す200で360変化して、4メーターの間で360。これ、右をプラスとしている場合は、その分持ち上がるってことですね。こういうふうに。こう、傾き、変化率はこれ分のこれなんで、4メーター分の360ってことになりますよね。ここからここまで、こうやってもいいか。360あって、で、この長さが4メーターなんで、4メーター分の360と、360右に行くということです。なので、4÷360 で630、90キロニュートンと出ると、誇張光と出るということですね。いいですか？この方向は、左からかかってるから右にこう傾きに決まってるだろうっていうふうに考えてもいいですし、あと右凸の微分をすると、この、Q がプラスの方向、こう、時計回り方向に出ると、プラスが出るというふうに、機械的に考えてもいいですね。変形で考えた方が僕は楽だと思うんですけども、こっちも同じように、右の柱も同じようにですね、こういうふうに90キロニュートンと出ると。こういう感じで90キロニュートンと出るということですね。これ右回り。時計回りはプラス、Q はプラスなんで、そのままと。
そのままですね。で、で次に行って、ここが90、ここが90ですね。こうなってる場合の下側を見ると、ここになります。こう、9の下側を見ると、こうなるということですね。90、90でこっちに、まあ、こっちに決まってるんですね。こう切った場合、右から左に力かかってるんで、あ、ごめんなさい、左から右に力かかってるんで、右から左にこう、柱の先端がかかるに決まってるわけですよね。で、それぞれが90、90と。全部90。同じです。どこを切っても90になると。こう傾き一緒なんで、どこを切っても90キロニュートンのこういう力になっているということです。なので、ここに90、90が働いていると。もうちょっと大きくしようか。そうすると、これの釣り合いを考えると、P は180と出ると。まあ、ちゃんと計算すると、右見食いを正とすると、P2 マイナス90、マイナス90イコール0と。そうすると、P2 は180と出るということです。あるいはもう P2 と90、90が釣り合うから、P2 イコール90たす90で180と、計算しちゃってもいいですよ。こう、右向きをプラスとして、左向きマイナスとしても同じですけどね。まあ、こっちが90たす90が右に行くだけなんで、この大きさイコールこの2つの大きさと考えれば、P2 イコール180キロニュートンで出るということです。で、このようにですね、真ん中でちょん切って、ここ一つポイントですけども、真ん中でちょん切って、2つの団、まあ、2層の場合2つの団子を作ると。で、ここに力をかけて、どれぐらい、ここが曲げができると、曲げとか先端が出るかというのを計算するというのがやり方ですね。代表的なやり方です。これ、まあ、もっと細かく分けてもいいんだけど、まあ、これで十分だという感じで、ここからここまでの重さをここに集約しちゃってるわけです。ここからここまで集約。なので、普通の1階、2階と違って、これ、1層というのが2階の床になってます。2層というのが、R 階の、屋上階の床になってますね。なので、構造で計算する場合は、例えばこういう建物があったとしてですね、映ってない、映ってる。こういう建物があったとしたら、ここで切るわけですね。ここで切って、ここに力をかけていくと。ここに力をかけていく。まあ、上ほど大きいんですけども、なんで上ほど大きいかというと、ムチ振りの効果で、上ほど大きく、まあ地震の場合ですね、上ほど大きくなるんだけども、あるいは風でも上の方ほど大きくなるんですけども、まあこういうふうに分けてですね、あとここだけ、今やったのここだけですね。というふうに分けてやりますね。あとこの曲げモーメント図は前にも言ったようにね、この伸びで覚えましょうということで、こっちから力かかる場合、こう猫がこっちに伸びをして、こっちにお尻を出してですね、こうなりますよと。これはもう暗記しちゃいましょうという話をしましたね。で、上からかかる場合は、まあ、これ等分布ですけども、このようになりますよと。これも暗記しましょうと。形ごと丸々暗記しましょうと。猫で。で、猫の顔と、伸びの横から見たポーズで覚えましょうと。これ意外とちゃんと考えてやればいいやと思っても、こっち側が凸で、こっち側が凸って、すぐ出てこないんですよね。で、この場合、こっち側が凸で、こっち側が凸っていうのは、ちょっとパッとすぐ出てこないんで、こうすぐパッパッとはなかなか引きづらいんで、まあこのように最初は覚えて、徐々に、慣れていくというのがいいですね。こっちは、前回やったようにこっちはこういう感じになるんですね。で、こっちは横から加わるんで、横から、まあ今回の問題でもそうですけども、横から力が加わった場合、こういう感じになりますね。S 字型になるということです。で、こっち凸、こっち凸ですね。なので、こういうグラフになるということですね。まあ、今回は M 図が与えられて、M 図から、こいつを出すと、水平力を出すという問題ですけども、まあ、こういうモーメント図には慣れちゃうと、もうこういう形だと、最初から頭ごなしに考えてた方が楽に、問題も解くのも楽だし、まあ、全て楽になりますね。実際、実務で経験しても楽だと思います。こうなってると。必ずこうなるということですね。この図の意味は、こうなってるということ。横からこう。右からかかるとこう。こうですね。右からかかるとこう。左からかかるとこうです。いいですかね。これも確実に覚えちゃってください、ね。で、ここの、傾きから160たす200でこっち方向に動くと、こっち。まあ、この傾きはこの4メーターの間にこれだけ持ち上がるから、こういう傾きになっているということですね。横から見るとですね。で、それで傾きって言ってます。いいですかね。まあ、縦と横がこう。まあ、普通傾きっていうと X 軸でこういうふうにこれを想像するんで、ちょっと分かりにくいっていう学生がいるんで、まあこうやってみたらという話をしたんですね。この高さ、この高さ。で、この長さを言ってこの高さ上がると。
だからこの高さ分のこの長さということで傾きを出すと。で、その傾きが9ですよと。この力ですよということです。はい、よろしいですかね。まあ、今回そんな難しくないとは思います。この、M の傾きが9だというのを知っていれば、あとはこうやって、ちょん切って、こう、釣り合いを求めればいいということですね。もうちょん切り方気をつけてくださいね。はい、今日は二層不正定ラーメンの M 図から9を求めて、それから水平力を求めるという問題をやりました。わかりやすかったと思われる方は、いいねボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。それではさよなら。